へそ大根は、宮城県伊育郡丸森町ヒッポ地区にて生産が、盛んに行われている大根の乾物。染み大根の一種。道県勝田郡蔵王町平沢地区でも、昭和時代には盛んに生産が行われていた。初頭に収穫された大根を輪切りにして茹でた後、断面の円の中心付近を1メートル程度の竹串に次々刺していく。これを、 木は当たるが雪には当たらないの先などに並べ、約1ヶ月間干すと、飴色のヘソ大根となる。おおむね、12月から1月にかけて大根を煮て干す作業をし、2月半ばには完成となる。完成すると、竹串が貫いていた部分が穴として残り、それがヘソのように見えることから、ヘソ大根と呼ばれるようになったという。丸森町地区内では、 ババベソとかつては呼ばれていた。なお、完成品を煮ると繊維の配列が戻り、この穴は小さくなる。なお、美味しんぼ75巻の話中に、ヘソ大根も取り上げられたことが、全国的に知られる契機となった。茹でることである、程度食物繊維を柔らかくし、腐らせずに乾燥させるため雨の降りづらい、厳冬期に干している。完成品を煮た。 菜の食感には加工の菜の茹で加減も乾燥工程も影響するが特に乾燥工程が重要で放射冷却等により夜間早朝に凍結し日の当たる日中に溶けることを繰り返すことで繊維を柔らかくしながら乾燥が進み別行色に仕上がる。また陶器の湿度の低下や空風も乾燥を助ける。なお、凍結の程度が強すぎると完成品は スポンジのようになって食感が悪くなるが、この状態のものを好む地域もあり、白星へそ大根という名称で販売される場合もある。当地でシミ大根が作られてきたのには、乾燥工程に合った気候が十分な期間あり、なおかつ初頭に大根の収穫期があるからと言える。ありがとうございます。